指揮官は眠ったわ。死ぬほど苦労したからね。よかったです。ねえルドミラ、私たちのことどうやって見つけたの？研究基地の外で銃声が聞こえて行ってみたら、誰かが発煙筒を持って立っていたのよ。でも顔は見えなかった。ついてこいと言わんばかりに私たちを導いて、私たちは後に続いたの。そしてある瞬間消えたわ。もしやと思って周りを見回した時に、あなたたちを見つけたのよ。あいつ約束を守ってくれたのね。まともな状態ではなかったわ。道を案内する途中何度も倒れてたから。あれはピルグリム。そう、やっぱり吹雪が止んだわ。おかげで通信も復活した。アークへ連絡しておいたから、すぐ輸送機が来るはずよ。帰って修理して、このバカなしもべの面倒も見てやりなさい。ありがとう、世話になった。私はやるべきことをやっただけよ。アリス、挨拶をなさい。また来ますよね？ええ、まだハートの女王を倒していないからね。強くなって帰ってくる。はい、では私も修行しておきます。必ずハートの女王を一緒に倒しましょう。その時には伝説の武器も見せてください。約束する。借りたものを返しに来た。体は大丈夫か？お前はそれしか言わないな。あのヘレティックと何か関わりがあったようだが。そうか、受け取れ。調べてみろ、必ず役に立つだろう。なんだ人間、私がどれくらい長い間地上にいるのか知ってるか？お前たちと私では住む世界が違う。絶対に相手の世界を壊してはダメよ。相手の世界を認め、その過程で自分の世界を一部譲ることになったとしても、相手がずっと生きてきた何よりも大切にしている世界を絶対壊さないように。その時になったら連絡する。帰り、命を助けてくれたことは絶対に忘れない。か、作戦ご苦労だった。まあ生きていて何よりだ。とにかく折り入って君を呼び出した理由は、中央政府から指令が来て、トーカティブと何度も遭遇しているのに生き残っている指揮官は君が初めてだ。ピルグリムおよびヘレティックと接触し、彼らの光線を直接目撃した指揮官も、ヘレティックになった元部下のニケと遭遇したのも初めてだ。これらの理由で私をはじめとする中央政府は決定を下した。君が地上の存在との接触率が非常に高いため、君と君が率いる分隊を
特殊別動隊に任命する。簡単に言うと、自分で判断し動けるようになる。副司令官より下の者は君に命令できない。また副司令官以上が命令しても拒否できる。妥当な理由さえあればな。適切な報告さえしてくれれば誰も手を出せない。情報の隠蔽もその気にさえなればいくらでもできる。三大企業の CEO も君を顎で使うことはできなくなる。これは私が直接提案。その代わり駐屯地は前哨基地のままだ。目覚ましい発展を見せてくれたおかげで他に適任者がおらんのだ。これから君は前哨基地に駐屯し、地上の存在について自由に調査してくれ。アークへの移動も自由だから思う存分動いてみるといい。さらに君と君が率いる分隊には1ヶ月間の休暇を与える。君もニケも損傷がひどい。この機会に整備するといい。解決したいことは山積みだろうが、とりあえず休息を取りたまえ。これは命令だよ。私は君が中央政府の目に止まらないことを願っていたんだ。彼らの欲は人を蝕むからな。だから前哨基地へ送って彼らの目から逃れるつもりだったが、まさかこれほどの目立つ実績を立てるとは。もう行っていい。5分後に会議があってね。ご苦労だった。師匠、お体の方はどうですか？治るの早っ。じゃあすぐ本題に入ってもいい？まあ元気に話してるけど状況はあまり良くないの。1ヶ月間いろいろ調べ回ったけど特に役立ちそうな情報はなかった。ピルグリムからもらった弾丸ですが、どんな物質で構成されているのか不明です。データベースに登録されていない未知の物質ということです。アウターリムまで行ってきたのに収穫はゼロでしたね。それとエクシアによれば物質に関するデータベースが消去されたそうです。そのため履歴管理が徹底している中央政府くらいの規模でないと。ヘレティックに関しては完全な空振りよ。記録自体少なすぎる。都市伝説みたいなのはいくつかあったけど事実かどうか全然確認されていないわ。当然脳が破壊されて死んだマリアンがどうやって生き残ってヘレティックになったのか知る術がないのよ。中央政府のライブラリーを確認できたらいいんだけど。結局やることは一つに絞られる。指揮官、先に申し上げておきますが、中央政府への出入りは厳重に規制されています。いくら特殊別動隊であっても侵入は不可能です。じゃあどうする？どのルートを選んだとしても中央政府というハードルが立ちふさがってる。アンダーソン副司令官に協力を。あの人間だけは全く信じられないわ。目的が何なのかもわからないし、いつもこき使ってばかりでご褒美もくれないしね。それはそうですね。ピルグリムからもらった弾丸、普通の弾丸ではないと思います。どうして？弾丸の中に眠る火薬の妖精がそう言っています。ああ、なるほど。うん、共有すると余計にことが大きくなりそう。あ、そういえばエクシアが言ってました。地上には中央政府と同じような規模の施設があるって。そうか。初心者さんとお仲間さん、
どういったご用件？ああ、それは、もう普通に喋っちゃダメなの？相変わらず変なやつ。では、久しぶりに地上へ上がりますか。目的地は軍需品製造施設で。指揮官様、どうする？ヘレティックに関しては今のままだと何も突き止められない。ピルグリムにもらったその弾丸は運が良ければ何か掴めそうだけど。とても普通の弾丸をくれたとは思えません。ラジャ、エクシア、行きますよ。はあ。